가메친 TV. 何もないことを、ね、こじつけで、こうやって話されるのは、何もないことを、こじつけで話すというか、なんかいかにもこっちも障害みたいに。いや、障害事件の被疑者として知られるっていう。いや、これ、あの、確定したわけじゃないじゃないですか。いや、障害事件の被疑者として知られる。うん、ね、こっちは無実の証明で話してますから。何が無実？何が？何が悪いんですよ。ちゃんと話さんけどくれ。前田さん。ちゃんと話さんけど。ちゃんと話すじゃないですか。話さんけどしてる。いや、何を話せ。何を何を。なったことは言わんけど。いや、やっとなった。脅しね。脅し。私からしなかな。やったことちゃんと言わんけど。やっとなった。脅しね。言わんかちゃんと。何をやったかちゃんと言わんけど。何をやったかって。何も暴力振るっとなった。肘つくなして。だけど何を。話せ。本当に何を。納得とは言わんけど。やっとなった。んだけやめ時間まで吸ってくれ、これ。あのね、大きな声出してどうすっと。ね、脅しね。言わんかちゃんと。だけど何を。やったかちゃんと言わんけど。何をやったかって。何もボリボリ振るっとなった。肘つくなして。だけど何を。あんた話さんけどくれ。何を。肘つくなって。失礼やろ。何で。肘つくなって。被疑者やろが
じゃあ取り調べもするのどうのこうの自分でやったらこっちは協力しやがる、こっちは協力しやがる、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 大きな声出さんでいいって、協力ちゃうって、あの大きな声出さんでいいって、よく聞こえる、パワハラ、これなんだパワハラだ、受け立て勝負で言った、ちゃんと話さんけやがるか、お前が何がちゃんと話さんけやがる、ちゃんと話すった、話さんけやがる、話ししとるって、ちゃんと話すって、お父さんすかけ、お父さんで熱っ、熱っ、熱っかけたわけですから、いや、俺ね、死んだ人通ると思ったよ、同じ医者で、同じ名前で、打撲で、なんだ、いや、ちょっとね、それはさ、確実にわかるよね、なんだ、無傷とにこうやって医者がこうやってね、全治何度何度かって被害の診断書って簡単に取れるけん、誰が無傷か、うん、何が怪我しとんねん、何が人なんて、被害者怪我しとんねんて、人なんて、人なんて、人なんて言ったわからんかね、ずっとこれ繰り返すわけ、当たり前やろ、ね、やったことあんたが怒鳴って脅して怒ってパワハラして警察がそういったことしていいわけ、取り調べでちゃんとまだ関係のないとにも関わらず、ちゃんと話さんけやろ、ね、話しよった話しとった話しよったやっとらんて、ね、やっとらんて言うやかねこんだけやっとらんて話してない、帰ろうかじゃあ、おい、今ここからあ話にならんね話にならんじゃん、あんま怒ってから怒鳴り散らしてからね、パワハラでで、じゃあそれで時間も与えとってさ、ね、こっちも時間してに、ね、こっち来とった協力しとったこんだけ時間になって、なんでちゃんと話そうと思わんか何よあの、二回目やけど、ここやったことやっとなんて言ったよ、脅して圧かけるわけ、脅して圧かけるわけ、脅して圧か、なんだ、なんで今どうなったよね、当たり前やけど、お前らあんた、ああ、どうなっていっとかね、うん、ここまで取り調べて、まだ無理って言っとるよね、誰が無実おいた、なんでか、なんがお前、自分で言わんだけやろ、あんた裁判所、裁判員自分で言わんだけやろ、お前、人なんて言ったよ、言い切らんだけか、お前、人なんて言ったよ、何、何、言い切らんて、なんで生きらんとか、どうしたと、なんで生きらんとか、なんで生きらん、もうそうなんけ、なんで生きらんとか、真実を言ってもこうやって何回も何回も繰り返すと、真実ってなんやじゃん、ほんとにうまく書き取ったよ、自分がなんもしとうなんて、わからんわからんって、ちゃんと話すのか、うん、でも話しとった、話せって話しとった、ちゃんと話す、話しとやった、お友達仲やった、ちゃんと話す、男らしいって、あんた、おじさん、あ、大丈夫よ、あんた男らしい中でちゃんと自分でやったのね、国を背負ってる警察がこっちは人なんて言ってさ、それを何でも言うわけ、当たり前やったやっか、どうのこうの診断書でどれやっかって言うて、怒らんになんの、当たり前、何こっちで話せんの、当たり前やっか、ね、あんたやったことは言わんちゃう、あんたこっちの上司でも何でもなっちゃうけど、あんたの管理やけど、あんた警察よね、取り調べそういう風にしたらいいわけ、怒鳴って怒鳴れたらこっちもムカつくよ、当然無実を話しとっちゃいけん、それでも怒鳴ってくるわけ、
ね、やっとるのとちゃんとそういったことね、パワハラってね、今一般世間のね、男らしくないって。男やったらね、ね、ちゃんと男と向き合ってさ、あんたもずっと先に進んでくれよ、話を。先に進めこっちは取り締まってきとってやろ。なんて進めれんやろ。だけどその口調はなんねん、その口調はちゃんと言わんねん、ちゃんと話さんねんって話せて、こっちはちゃんと話しとったよ、冷静に。本当のことはちゃんと言わんねん、ちゃんと言っとった、言うとらんね、言っとって言うとらんけんがやってやろ、もんそれあっこらがこけるなさんとされて言うとらんけんがやってやろ、ガチャ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 、その喋ることなんねん、暴力なんねん、言うとらんけんがこなってやろ、もんがね、暴力なんねん、あなたは。なんだ警察ねん、なめとっか、こらなめとらんよ、なめとったよ、話してんの、言えそ、ちゃんとだけ話しとるんや、なんもしてません、なんもしとらんじゃなかった、なんもしとらんって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 言おうもん、なんもしとらんって、俺ずっと言葉交わすわけ、終わるまで、当然お前に話すまでは終わる。ちょっと具合悪くなってきたね、体調が。ちゃんと言わんか、体調が悪くなってきたな、ちゃんと言わんかって、これで一個も進まんね、進まんぞお前、ちゃんと言わんじゃけんか、人間やけん帰ろうか、あなたがちゃんと言わんけん、体調が悪くなってきた、なんでそんな、うん、あんたから脅されて、怒鳴られて、圧かけられて、ああこれ取り調べじゃないね、取り調べですけど、じゃあ怒鳴っていいわけ、きちっと話さんけんな、いやきちっと話しとった、話しとる、ずっとこれ繰り返すと当たり前、もう帰ろうか、いやだめ、何が人間やけん帰れるさ、ちゃんと話さん、うん、話しとったよ、話せ、進まんよ、ちゃんと話せ、話してますよ、ちゃんと話さん、話しとるって、ちゃんと話さん、うん、だけ話しとるって、ちゃんと話しとるって、しとらん、しとっけ、しとらん、しとっけ、そうか、大ごとや、あのね、日本の国がさ、こういうふうにさ、ね、警察取り調べしてからさ、ね、いかにもさ、暴力団のあらゆることを相手しとってからさ、ね、そういったことも明るくなるのか分からんでさ、理由はいろいろある、うん、理由はいっぱいあるさ、そういうのは前提からいっぱいあるよ、いっぱいいろいろやりそうな理由は、なんでましょうがいね、手を出したらダメって、何しとらんって、ダメって、しとらんって、しとらんしとらん、理由はしとらんって、じゃあ、ね、しとらんって言うか、うん、出したらあかん、ね、しとらんって、しとらんって、ね、しとらんって、しとらんやったらあんた呼ばんって、うん、じゃあ進めて、進む、まあね、警察署行ってからさ、全部これ嘘ですからって、調書はって、進まんよ、進まんか帰るから進まんか帰るじゃなかった、うん、進まんけ、ずーっと何回も来てもらんばって、うん、弁護士受けない、うん、こうやって警察に怒鳴られたって、怒鳴られたガツガツやれたって、ガツガツ言われた、じゃあ冤罪をさせるわけ、冤罪をこちらのさせる人に冤罪をさせると、じゃあ進めなさい、今の仕事を進めなさい、進めと、もう進めなさい、進めやったら帰るよ、具合悪くなってきた、あんたが怒鳴られたけんか、ガッタガタ言って、口調は荒々しくしてからね、口調は荒々しくしてね、大の大人が、さて、脅してさ、何なるわけ、ガッチャガチャ大きな声出して何なるわけ、脅しとらん、うん、だけど、じゃあ何ね、今の先言うよ、あなたがちゃんと言わんけんや、うん、ここの距離やけん、よく聞こえるぞ、ちゃんと言わんけんや、俺、ちゃんと言っとった、なんで自分のやったことを話せんとか、え、なんで自分のやったらことを、じゃあ やれって言うと、やっとらんことじゃなかった、やったことじゃなかった、やっとらんことやるって言ってるんですか、やっとらんことじゃなかった、適当書いていいよ、やっとらんことじゃなかった、やったことはちゃんと話せって言うて、適当書いて、やっとらんことじゃなかった、適当に書いてじゃなかろう、なんて適当に書いてじゃなかろう、うん、じゃあだって何でもお前に言うんや、やっとらんことじゃちゃんと言わんしてません、してません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 やったことはちゃんとしてませんしてません、 あんた男っつったよね、何がねえ、どうさっきの会話の中で男のどうのこうの、男としてその真実を言った、真実じゃ長けんぐらい言ってよ、あ、そうじゃあ進めて、じゃあ進まんよ、あんたの言う通りに、じゃあ進めてください、進まんや、協力しにこっちはね、わざわざここから来とくけど、あんたから怒られてほんと具合悪くなった、協力じゃない、じゃああんたの話にならんね、協力じゃない、彼は担当はなんて変われよ、協力じゃなかて、何がわやったことちゃんと言わんか、この時しとらんって言った、しとらんじゃなかった、しとらんってしとらんって、ね、しとらんってしとらんやったら呼ばんって、しとらんやったら呼ばんって、これで立ち上がんね、立ち上がんそもちゃんと言わんちゃうんだ、弁護士さん話そうか、立ち上がんぞちゃんと、あんたじゃ話になる、話になるんじゃなかった、
ちゃんとその日のことを話さんが話さんの。で、進まんやん。うん、進まんすよ。どこかどこかも。帰らんて。なんて。あんたに逮捕する権利あるわけ。何が？逮捕する権利あるわけ。誰が逮捕する留置場とかに入れれる権利があるわけ。誰が逮捕する、ね、帰ろうかなと思ってさ。ちゃんと話さんだよ。ね、話しとんやん。あのさ、うん。ね。うん。状況は分かっとるよ、俺たちも。うん。ね。うん。状況は分かっとる。状況は分かっとるならさ、落ち着いて話さんね。落ち着いて話すけど、さっきのガタガタなんね。状況は分かっとるわけさ。うん。それで。あなたらちゃんとやったこと言わんけん。やっとらんと言ったら。それじゃ進まんやろ。進まんさ。なんで進まん。やっとらんけん。やっとらんじゃなくて。やっとらんて。やっとらん。やっとらんて。それじゃ進まん。ね、やっとらんて。やっとらんじゃ。進めるのは進めるでいいさ。状況分かってきた。あんたらのこれ仕事やろ。なんでその態度。何が。やった。あんたがこういうふうな態度を取るかって、あんたの最初の態度なんで。あなたガタ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 大きな声出してから時間もやっとってんちゃんと言わん時間もやっとっとるってあんた何やとあんたの都合みたいに言わんねん時間がやっとっとる考える無実やけんしからなかろうもん考えるしかねえ大きな声出すな誰が知ってる出すなって落ち着いて話すよ何すんだこれなんて何命令知ってるか命令命令しなかったあんたこそ誰に言うと何がガタガタ言うと何我がやったことも言えんでよ泣き直しランキング言ってたあいつまで言うてたんすかずっと言うさ話が終わったら帰るさ何が話にならんけんならんけんならんけんちゃんと自分でやったこと話すねやっとらんって言うやんやっとらんってやったことねやっとらんって強制的にじゃあやったって言わさせるわけ自分の口が言わん強制的にやったって言わさせるわけそれが言えない自分だけ大きな声出すなって誰が言ってくれ出すなってそれが言えない大きな声出すなってお前が言わんけやろがああ具合悪くなってきたなこれいやなら自分の口で説明せんじゃんこれそれで自分の口で説明せろお前っつったら何でその口調はその口調はいやなら自分の口で言わんかその口調は何ね具合悪くなるねほんと圧かけられてね脅されてなのこっちは知っとらんってことにねだけんがやろうがね何ね何が知っとらんか何知っとらんって言ったら